はい、どうも、ムライアンです。本日も飲み歩きで三宮周辺徘徊しております。なかなかね、お店の方がまだ見つかっていない状態になってまして、まあこれからね、いいお店を探してね、まだまだ歩き回りたいと思います。行ってまいります。はい、東門街に到着しました。こちらをね、南の方から北に向かって歩いていってください。そうするとすぐにね、こちらの角が見えてきますので、こちらを右に曲がってすぐの角を左に曲がってください。そしてね、この道なりにね、少し進んだところに立ち飲みのね、のれんが見えてきました。今回はこちらに。店内は立ち飲みでございます。とってもいい感じです。お料理もね、いろいろ並んでます。いろいろビールもあってね、おいしそうなものばかり。こちらがドリンクメニュー、そしてフードメニューでございます。まずはハイボールから。お疲れ様です。うまい。そして一品目はタコスサルサを頼みました。これがね、おちゃん結構好きでね、こういうのあるとね、嬉しいです。パクッとね、このソースがいいんですよね。この酸味のあるね、甘みと酸味と辛みがね、あってね、これがね、むっちゃ美味しいんですよ。なかなかね、こういったタコスがね、置いてあるところってね、珍しいんでね、嬉しかったです。うまい。もうこれたっぷりね、ソースをつけてね、食べるのがね、いいんですよね。家でもたまに食べます。そしてローストビーフを注文しました。本当にね、こちらのお店はね、まず100円から300円ぐらいのね、メニューがね、メインになってますんでね、それをね、いろいろとね、楽しんでいくと、このローストビーフもね、めっちゃ美味しいと。こういうやつがね、あるのはね、嬉しいです。下にはちゃんとね、サラダもあるんでね、お野菜もね、取っとかないとね、やっぱりね、居酒屋行くとね、油もんとかね、やっぱり肉系がね、増えちゃうんでね、やっぱお野菜もね、見つけたらね、ふんだんに取っとかないとと。でも美味しいですよ。このローストビーフもね、とてもうまかったです。今日もね、またお酒が進んじゃうなと思いながらね、食べてます。まあ、料理が美味しい店はね、お酒もやっぱ進んじゃいますからね。そしてポテトサラダを注文。ポテトサラダも大好きです。この小鉢がいい。これをね、バクッと。うまい。まあ、だからおいちゃんはね、こういった食べ物がね、美味しいお店をね、よく探してます。卵はね、大好きなんでね、ちょっと潰してね、あえて潰してね、ポテトサラダに混ぜ込んでいきます。まあそのまま食べていただいてもいいんでね、お好きに食べてください。もうこうやってね、ポテトサラダとね、あえるのもね、美味しいなと思いながらね、食べてます。まあポテトサラダもね、卵もね、おいちゃん大好きなんで、うまい。これもやっぱりお酒が進みます。そしてお次はとろとろ豚足煮でございます。これをね、見つけた時はね、おいちゃんね、テンション上がりました。なかなかね、豚足でね、煮込んでるお店ってね、神戸のお店は少ないんでね、だいたいね、焼いてるとかね、が多いんですけど、この
見てください、本当にねトロトロでね、プリプリでさ、うん、めっちゃ美味しいですよ。このね、うん、煮込まれてるのがねめっちゃ美味しいんですよ。このタレも絶品でね、うん、これはね絶対見つけたらね頼んでもらいたいなと思うね一品でした。もうお店の人にもねこれをね絶えず置いとってくれって、置いとってくれっていうのをねもう来る人来る人にねお願いしときました。それぐらいね絶品のね豚足でございます。うん、本当にね骨も あるんですけどもうすぐねポロッと取れるんでね食べやすいし、うん、これはね本当にね嬉しかったですおかわりしようかなと思ってたぐらいねまあねもう同じね食べ物ばっかりねまあ撮影しててもねあかんなと思ってねそれは我慢しましたけどね、もうそれぐらいね美味しかったです。次行った時もねぜひねこの豚足あってほしいなって願うばかりでございます。うん、めっちゃ美味しかったな。そしてねお次はね生ハムとチーズでございます。この上にかかっているのはね蜂蜜でねちょっと甘めと、チーズとね生ハムはね結構塩味が効いてるからね、それをねこの蜂蜜がねよりね際立たせるとむっちゃ美味しいですよ。うん、まあこういう料理がねやっぱり合いますからね、まあ、ハイボールだけじゃなくてねやっぱいろいろねワインであったりとかその他のお酒にもね合うようにね考えられてるなと、本当にね料理一品一品がねとても素晴らしかったです。まあ今はね仮のね料理みたいなんでね、これからどんどんとメニューは変わっていくそうなんでね、そちらの方もねお楽しみにしてください。でもね豚足は残ってほしいとしつこいぐらいにね言うてしまいます。うん、このチーズもねとても美味しいですもんね、この甘みがいい。うん、もうこれだとねやっぱワインが合うなと思いますけど、この生ハムをねこうチーズに乗っけてね巻いて食べる、うん、これも素晴らしい。そしてねハイボールをおかわりしちゃいました。どんどんね進んじゃいますよね。まあ、他のねドリンクもね考えたんですけどね、やっぱりたくさん食べちゃうんでね、カロリーと糖質をね少ないハイボールにしちゃっております。申し訳ございませんでもねおいちゃんハイボール大好きです。そしてレッドチキン、こちらも注文。チキンのねちょっと辛いねものにパクッといっちゃってます。まあむちゃくちゃね激辛っていうわけじゃないんですけどね、食べやすい程よい辛さでした。まあ付け合わせにねポテトとねウインナーもついてきてるんでね、お得なね一品でございました。あーこういうね小鉢に入ってきてねいろいろなね料理が食べれるのはねおいちゃん大好きです。だからまあこういった料理をねちゃんと食べれるところにねよく行くんでね、だから逆にバーとかね、まあ、お酒メインのとこだけっていうのはねあまりねおいちゃんね行ってないのでね、まあきっとねそういったところをねご希望される方にはねちょっと不満に思われるかもしれないですけどね、その辺はね申し訳ございません。おいちゃんはどうしてもね、おいしいものを食べながらね、飲めるお店をね、探しちゃうんでね。うん、ごめんなさい。はあ、でもおいしかった。ごちそうさまでした。ほっそりスタンド様、いかがでしたでしょうか。とてもね、
料理も美味しくて、しかもね、美人のね、スタッフさんによるね、接客も素晴らしい。とても居心地のいいね、立ち飲みでございました。まあ場所の方もね、三宮から歩いて10分ぐらいかな、東門街を上がっていただいてね、まあ路地をちょっと入っていただくね、場所になるんでね、ちょっとね、見つけづらい場所になるかもしれないんですけども、探してでもね、来ていただきたいね、隠れ家的なね、いいお店でございます。ああ、とてもね、美味しい料理をね、たくさん食べてね、長居をしてしまいました。もう2時間以上かな、いたことになるんですけども、まあ、たくさんね、会話を楽しむね、ことができるね、いいお店なんでね、ぜひ、来ていただけたらなと思います。もう舌がね、回らなくなるからね、もう喋り疲れたというぐらいね、とてもね、楽しいお店なんで、しかもね、料理も美味しかったです。まあ、料理の方はね、また来週以降に、また変わっていくって形で聞いておりますんでね、そちらもまたね、次回来た時にはね、どういった料理に変わってるかとかもね、ご紹介できたらなと思っておりますんで、そちらもぜひお楽しみにしておいてください。まあ、私の方はね、まだこれからもね、ちょくちょくね、来てね、まあ、ショート動画であったりとかね、インスタの方に上げさせていただきますんでね、そちらの方もチェックしていただけたらなと思います。本当に本日はありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もできましたらよろしくお願いいたします。